はい、どうも、しゅうてぃみです。しずきです。はい、お願いしま す。はい、引き続き、撮影させてもらいます。今回は先ほど、ピッチングをしてもらいました。そこで、スライダーとツーシームを投げられてました。で、僕、スライダー、ツーシーム結構こう変化がこう鋭いというか、結構曲がる、バズってたんですよ。見させてもらってます。本当ですか、はい、嬉しいですね。その変化球を伝授して、実際に投げれるのかどうかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい。ツーシームとスライダーってどっちの方が得意ですか、スライダーの方が得意です。スライダー。はい。わかりました。じゃ、そのツーシームをじゃあちょっとマスターさせてもらいますんで。はい、お願いします。それではやっていきましょう。ゴー！お願いします。じゃ、まず、今持ってるスライダーの握りっていうのを教えてもらっていいですか。こういう感じでまっすぐ、はいはい、まっすぐを斜めにした感じ。なるほどなるほど。多分今こう親指は下っすよね、こうやって。僕の場合ここを親指を横にします。つけます、はい、ここをつけて親指横にするんですよ。こうやって曲げられるんで曲がるっていう、はい、ここつけてます。普通つけてないです。つけないですよね、はい、そうこうっすね。あ、はい、こうかな。もうちょいかな。こう親指をこういう感じですかね。もっと深くですかね。そしたらもっと深くも、そう深くもです、はい、で投げると、はい、めちゃめちゃ曲がります横に、はい、これダルビッシュスライダーって言って、はい、ダルビッシュが実際にやってた、はい、あのドアノブを回すときにこうやって回すのとこうやって回すのじゃ可動域が違いますよねっていうので、はい、こういう持ち方、はい、そうですそうですそうです、はい、でスライダーを僕投げて、はいはい、もうなんか視聴者さんもすぐに曲がりましたって、三振超取れましたみたいな、もう無駄あるんで、はい、それも試してもらいたいと思います。はい。で、ツーシームなんですけど、はい、ツーシームはどうですか？こうで両方とも、うん、ここの縫い目に、このとこだけを縫い目にか、全部じゃなくて横、はい、右側？右側に。ああ、なるほど。これどんな意識で投げますか？少しこうギリギリまでまっすぐなんですけど、最後にこう窓を吹く感じの、うん、窓を吹く感じ。ああ、分かりやすい分かりやすい。僕はあの親指を下に向けるみたいなイメージで、はい、まず一緒ですけどね、握りをもうここにこう指かけるだけ、はい、こうやってかけるだけで、ここ離します、はい、離して最後押し込むときにこっちで押し込んで最後手をこうやって回すのと、のと、こう縫い目があってこう内側にかけます。縫い目の内側にかけて、はい、中指を横にグーッとこう固定したまま少し開くの状態で投げるとちょっと球遅くなるけど変化が大きくなるっていうのがあって、で普通にここにかけるだけで、さっきの意識、人差し指をこう押し込むだけの意識だと球がまっすぐと同じぐらいのスピードの状態でクッと曲がるみたいなのがあるので、はい、ちょっと試してもらいたいと思います。わ、はい、かりました今の。はい、これと。そう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 、はい、そう、そう。若干親指をちょっと外側に向け、そう、はい、してこう行きやすくさせるイメージです。はい。はい。スライダー行きます。はい、曲がった？曲がった。いや、自分の？いや、教えてもらったやつ。翔平というスライダー？はい。いいっすね。おう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 、あれ縦に縦にめっちゃプーンときます。いや、今カーブかもしれない。自分のスライダーどうしてます。ちょっと9、はい、自分のスライダーいきます。あれあれあれはい、これ自分のスライダー、はい、で、翔平TVスライダー、はい、通称鬼スライダーって言います、はい、あの、磯崎ゆかりさんも実際にそれ使って投げてました。鬼スライいきます。鬼スライいきます。変化大きくね、なんか変化大きくね、なんか めっちゃ落ちた。いいボール。
そう。おお。なこういう軌道って自分の中の変化球でなんかあります？似た感じの。いや斜めに動くのはあんまり、スライダーはまっすぐにできるだけ近づけて、あーカーバー緩くってイメージだったんで。じゃあ他にない変化球ってこと。はい、あーなるほど。それ嬉しいんですよ、言ってもらえない。おーおーおーめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。ちょっと高橋監督見てるかな。高橋監督やばい、めっちゃいい。めっちゃいいで、めっちゃいいで。おお。おめ。おめ、すごい。しかもコントロールできるのがすごいよね。初めてこう握る握りで。どうですか。すごい投げやすいです。投げやすいですか、はい、本当ですか。はい、なんか気遣ってる感じがします。いやいや全然本当です。本当ですか。はい、いやめっちゃいいわ。これ試合で自分で使おうと思います。思います。マジですか、はい、それ嬉しい。よかった。じゃあ次ちょっとツーシームいきますか。はい、2球ぐらい投げてもらって。そう、自分的にどうですか、ツーシームって。ツーシームはかかりにくい、すごい浮いちゃうっていう、浮いちゃうってイメージ。うん、はい、なるほどなるほど。そうっすね。教えてもらったら投げてみてもいいですか。はい、お願いします。じゃあ翔平ツーシームで。え、今かかったべ今。え、やばっ。え、今かかったべ今。怪しいな、あいつの表現が。自分、投げてて自分で変化が分かったらもう間違いないですから。はい、あ、でもなんか分かってる感じします。意識は指先っすね、押し込み。悔しい。おお、おお、おお。今のどう？今の抜けた感じかな？どうも。いや、かかってヒューンっていっちゃったって感じです。ね、今曲がって落ちた気がする。はい、落ちたよね今ね。今一番あったべ今。やば。今すごい曲がったと思う。曲がったで今。今の曲がりいく。どうすかどうすか。おお。曲がれ。おいい。曲がれ。おいい。曲がれ。おいい。ラストめっちゃ良かった今。ありがとうございます。めっちゃ良かった。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか。いや、なんか感覚はすごい新しい感覚って感じ。新しい感覚。はい、いいですね。来年に向けてちょっと頑張ります。練習してもらって。そうね、次の機会でバチバチでこう投げてる姿を。はいはい、すごいな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、スライダーツーシームは。スライダーはちょっと掴んだなって掴んだ感じ。はい、さすがです。いや覚えが早いし、もちもちいきます。はい、はい、覚えがやっぱ早いし、いやその対応力がすごかったんで、縦スラ、はい、山岡大輔選手のあれっぽい感じがしました。はい、もうぜひとも試合で使ってください、はい、ありがとうございます。で、問題ですよ、ツーシーム。難しいですねやっぱね。はい、すいません。そうですね、はい、でも
多少最後の方はちょっと掴んだ感じはしたかと思うんで、はい、そのちょっとのこの握りのきっかけとかで曲がると思うんで、はい、今後とも頑張ってください。ありがとうございました。応援してます。ありがとうございます。はい、はい、で本日はスライダー2シームを教えさせてもらいました、この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、おはようございました。11月のプレゼント企画、よっしゃー、行きましょう行きましょう行きましょう。こちらね、ハマザーのグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだから、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます。良平、うん、さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手を、はい、で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。